フォートナイトのお時間だいえい。ストームを自在に操るアイテムが追加されたらしいな。今回はそのアイテムを使ってみたいなって思います。どんな性能のアイテムなんだ？全く調べてません。は？性能チェックは現地で行う、それが私のモットーです。そんなモットーを今すぐドブにでも捨ててください。こちら標準装備で取り外し不可となっております。もはやただの呪いである。そんなこんなで新アイテム探しながら戦っていきましょう。戦闘までカット。下の階から足音を確認。武器がちょっと貧弱だな。白の拓殖くんがどれだけダメージを出してくれるかにかかっています。霊夢が使いこなしてあげてください。私はコンバットショットガン派なんで、エリ好みしてる余裕はないです。頑張って白の拓殖くん。頑張るのはあなたですよ。下からめっちゃ当ててくる。さては貴様拓殖使いか。使いこなしてるな。負けるかと思った。スラープ飲んでなかったら負けてた。スラープくれた補給ラマに感謝ですね。回復終わったところに敵が飛来。アサルトないからドラムガンぶっぱ。めっちゃ食らった。ゴリ押しの代償。この紫のが噂の新アイテム。ストームフリップって名前みたいだな。スタックはできないのかな。一個しか持てないみたいだな。なんか使い勝手悪そう。その辺は使ってみないとわからんな。早速使ってみましょう。早速実験台を発見、戦闘を開始する。実験台っていうな。とりあえず近づいて、割とよくある事故。しかしこの程度では私の進撃は止まりません。ダイソンの羽のない扇風機の妨害も何のその、きっちり上を取ります。ダイソンは関係ありません。ここで満を持してのストームフリップ。ストームで泣くね。音はするけどな。今来た。広がるのに少し時間かかるみたいだな。これ広がるの遅くない？深いところが難しそうだな。相手の方が先に避難しちゃってるし、多分終盤に使う方がいいアイテムだな。そうなの？その方がダメージもでかいし逃げづらいんじゃないか。でもスタックできないアイテム終盤まで握りしめておくの大変じゃない？上手い人たち向けなのかもな。つまり私には使いこなせないと。そういうことになっちゃいますね。よし、あのアイテムのことは忘れよう。使いこなせるようになろうとは思わないんですね。これが逆転の発想ってやつですね。絶対に違いますね。何はともあれ目の前の敵をしばき倒しましょう。回復しようとしてるので全力で妨害。貴重な新アイテム使ったんだから勝たせてもらうぞ。使ったというか棒に食ったというか。的確すぎて敵もびっくりしたでしょうね。違う意味でびっくりしたと思うぞ。びっくりしてくれたんならもう受け物だよ。シールド剥がせたし畳みかけたいところ。ストームも来てるしな。これでとどめだ。ストームフリップ微妙だったな。終盤に使えたら評価変わるのかもね。気が向いたら終盤に使ってみたいな。気が向いたらね。戦闘終わりの敵を発見したので美味しくいただきに馳せ参じた次第。わかりやすく言えば玉利に来たということである。包んだオブラートをきれいに剥がさないでもらえます。白ダメージだ。絶対に倒したい。電波で逃走。ニガさん汚ねえ花火だ。完全に悪役である。買ったやつが正義を名乗れるんだよ。なぜこんな奴が勝ってしまったのか。残り3人の終盤戦。ジャンクパッドでアンチを取りに行きます。まだ4キルです。霊夢さん頑張ってください。運動会の赤組さん頑張ってくださいみたいに言わないでもらえる。建前 100% のやつな。小屋に住んでる人がいる。壁張らずに住むワイルドな人だったな。横からも撃たれてる。ジャンパで移動したから目立ったのかもな。めんどくさいことになってしまった。どこから撃ってるんだ。木の上だな。こしゃくなことをしやがって。あ、ストームフリップ使ってるね。投げたけど届かなかったみたいだな。やっぱり使い勝手悪そう。でも届いてたらかなりきつかったけどな。使いこなせればって感じなのかね。多分な。ひとまず足元の人から処理したいね。足場崩されたりしたら面倒だしな。3人でごちゃごちゃする前に1対1にしたいね。足音聞こえる。隙あり。これでワンオンワンだ。居場所もわかってるしっと安心。安心してる暇あるならミニコ飲みなさいよ。気が緩んで忘れた。相手白ダメだ。これは勝てそう。せっかくだからインファントリーライフルで勝ちたい。意外と拾えないからな。多分あと1発で倒せる。ほらほら頭出しなさいよ。適当に連射するな。壁壊したかったけど全然壊れなかったわ。建築破壊する武器じゃないしな。相手ターレット出したぞ。久しぶりに見たね。成し遂げたぜ。新アイテム1回しか使えなかったな。1個しか持てないからね。うまいこと使えたらまた動画にしたいな。そうだね。というわけで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。